これは人気声優4人がとある学校で試練を乗り越え、お宝ゲットを目指すドキュメントである。全部俺に投資しろ。一気にオープン。はい、どうもタイタンくんです。先週4人は見事第一試練をクリアし、宝へと導く1つ目のキーワードをゲットしたんよね。でもこれじゃまだ穴だらけでわからんよね。ということで、次なるキーワードをゲットするため4人が向かったのは音楽室。ん？お、懐かしい。わー、音楽室。怖くないですか、肖像が。今見ると怖いですね。怖いね。ね、なんかマイク、見慣れたマイクがありますけど。そう、このマイクこそがここでの試練で使用するもの。果たしてどんな試練なのか。あ、もう海田くん、階段登り芸してる。ちっちゃいからね。また会えたね、翔くん。ここでの試練はアテレコ。アテレコ？今から流す2つの映像にアテレコして、キュンキュンするセリフをアドリブで付け出して。アドリブで3人の審査員全員がキュンキュン札を上げればクリア。4人全員がクリアすればキーワード獲得です。審査員はもちろんこの方たちです。まず挑戦するのはチャンカジャーの発信。2人のお題 VTR はこちら。あ、すごい凝ってるドラマ仕立てあれ、どれ、誰、そこにいるの、誰。ちょっとかわいい。ほら前でもオールシーナで一緒に壁干渉してた女は誰よ。壁干渉何も言われる。なんとか言いなさいよ、このデクの方私のことなんか遊びだったんでしょ。何も言われない。最低。ここに当てるんですね。ここ、今ここ。お、そんななるほどのこと。そんなことなる。あ、結構悪いことしてましたよ、なんか。あいつ巨人くん悪いやつだよ ね。悪いことしたのに抱きしめて何か言ったらもう OK。 相当ですよ、それは。女がバカですよ、そんな。思いついた。思いつくわけないだろ。ではまずハッシーからキュンキュンゼリフいっちゃおうか。私のことなんか遊びだったんでしょ。最低。今晩巨大樹の森で待っているよ。君に伝えたいことがある。やっぱり巨人くん大好き。伝説の木の下でみたいな感じで。ってことはもう告白しかない。告白しかないっていう。巨人くん全員がキュンキュン札を上げれば橋詰めクリア。果たして。ジャッジお願いします。どうぞ。キュンキュン。真ん中の人がキュンキュンしてくれましたが、あ、他のサイドの2人は。あれ、上がったのは。ああ、じゃあ1ポイント1キュン。橋、残念。もう一度考えてください。続いてちゃんかじ、世界中の女子がキュンキュンしちゃうセリフお願いします。得意じゃないですか、会社。得ですよ。いつものお願いしますよ。いつものってなんだよ。よし、聞いてろよ、聞いてろよ。それではかじさんによるキュンキュンセリフどうぞ。アンカジによるキュンキュンゼリフです。どうぞ。私のことなんか遊びだったんでしょ。最低。いいから黙って、全部俺に投資しろ。やっぱり巨人くん大好き。ありがとう、ありがとう。
いやどっかで聞いたセリフだったな。でもね、よく考えてください。すごいでしょ、うん、この男らしさも詰まってるんですよ。確かに。いいから黙って全部俺に投資しろですよ。それ紐になるってことですか。うん、違います愛情の話ですね。そうですよね。浮気してんのかなって疑ってる女子をこう黙らせるこの一言。そうそうそう、うん、そういう時には男らしさもね、きっと必要なんじゃないかなと、うんうん、そうかも。巨人たるもの、そう、うん、熱く語っているが、果たして巨人くんたちには刺さったのか。それではジャッジお願いします。お、やった192級。怖いよ192級。 お前揺れてる。やった本当によかった。さすがです、カジさん。さすがちゃんカジ。橋もここで決めてよ。見てろよ、見てろよ、見てろよ、見てろよ。もうこの声だけでね、右の巨人は落ちてると思いますから。確かに、今もいいよね。ね、最低。あいつはただの壁だ。お前だけは俺の門だ。門だけに、門だけに、門だけに。後で詳しく聞こう。やっぱり巨人くん大好き。この子何でも好きって言ってるからいいですね。いいですね。俺のものだと俺の門だをこうかけてみた。それってあいつはただの門だだったらなんか。イエーイ。イエーイ。来たか。力なの。いやもうキュンキュンしたよね。ほら、女性陣はやばい、やばい。巨人軍たちの判定は。お、キュンキュンキュン。やりましたよ。やりました。あ、そういえばね、あの炎の大地に。どうしよう。大丈夫？どうしたんですか？井上さん。あれ、マリーナどこ行くの？